こんにちは、つちのこです。今日は8月27日バチトレルセンター、バイト君はどっか消えてしまいましたね。今日は最終日ということで無料プレイもなしという感じでしょうか。この夏祭りの音楽も今日で終わりかな。いい音楽でしたねこれ。ということで練習キャッチャー行ってみましょう。今日の練習キャッチャーはサントマリオの袋の台ですね。デコリストにちょっと人気の一押しバッチっすよ。ゴミ袋にデコってた人もいたっすね、そういえばじゃあ練習スタート。さあこれ1手目でね崩したいとこなんだけど、そうだな、バチトレオタさんはね右アームでね靴下を押し込む。あのサンタと袋の間を押すのもいいと思うんだよな。土管が下にちゃんと行くみたいな、微妙に位置が違うよね。これねマリオがのり付け結構硬いから、靴下押しだとねマリオが残るんじゃないかなっていう心配があるんだよね。ちょっと袋の間を押してみましょうか。袋の間をほい、あらら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 らあらららら、あららら、やってたな。これでももう一押しでいけるよね多分ね。もう一押し、土管の方をもう一押しして全部落ちてくれると思う。うん、うむ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 、これ一応3手コンプじゃない。これ2個取りできるでしょ。はい、入ったよね。入りました。さあ今度は靴下押し行ってみようか。2パターンやってみたかったんです、バチトレオタさんの右アームで靴下を真上から押す。はい、さあどうでしょう。うむ、おっとっと、これ次でしっかり押し込みを成功させたいな。ここで袋のとこを押すのかな。さあ行ってくれ。おお、いいじゃん。どっちもいい感じですね。ということで21枚ゲットです。2プレイ無料できちゃう。さあ当たりは明日でいいです。おお、当たっちゃった当たっちゃった。明日でよかったんだけどな、あたり。ありがとうございます。5プレイ無料。さあ今日はこれちょっと狙ってみようか。並べ直しして落ちてくる前にアームを動かす。はい、取ってくれ。マジかマジか、失敗した次はね蜂を狙ってキノコを取りたい。よし、浮いてくれ、頼む。よし、さあちょっと集中したいね。蜂をしっかり取りたい、頼む。あー難しい、ほんと。こうやって、頼む、掴んでくれ。もうばらけないでくれ、頼む、ばらけないでくれ、ばらけない。よし、初取れたら OK。 次月相を取りたいんだけど、これはいや並べ直ししちゃダメだよね。これ多分月相厳しいよな。次もう課金しちゃいましょう。今なかなか出てこないバッチなんで。これよし、いけいけ。うわー難しいよね多分。二個掴みでいけるかな。はい、5プレイでね2個しかゲットできてませんきつー。おしゃれプレイしようかな、いっちゃうよ。ここら辺の台難しいよね本当に。
さあボム兵を掴んでいきましょう。その後しっかりいけるかな。月相と甲羅を掴む。よいしょ、これニコ取りしたい。お願い。難しいな。次こそ浮いたからね、頼むよ。よし、よしよし、これ大丈夫だよね。よし、あーやっとコンプできた。すっげー手数かかった。いや恐ろしい台でした。さあ次はホームデザイナー行きましょう。ここら辺を掴んで、うむうむ、よしよし、いいよ。さてと、これあとしっかり掴むだけ。大丈夫だよね。落ちて上乗っからずに、よし完璧。やりました、コンプ達成。後半はバッチリでしたね。いやようやくゲストを取れたよ。やったよマリオ。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。裏ワールド 1-1、 影の薄いバッジでデコってるっす。プレイするキャラはどこなんすかね。影が薄すぎて見つからないっす。クリボーはね確かに消えてるけど、ルイージはそんなことないけどな。結構浮き出てるけどな。ちょっとルイージいじりがひどすぎない、バイト君。シニアな織姫と彦星、年に1回のデートっす。天の川っていうかサンズの川っぽくてちょっと不安っすね。いやこれ面白いデコリですね。墓が近くにあるっていうのが不安だし、なぜか右下にね骸骨があるんですよね、動物かなんかの。それがすごく気になる。年に一度会える織姫と彦星、来年は会えるんでしょうか。お墓になってなきゃいいけど。はい、ということでね、今日はここで終わろうと思います。今日は、寝台の前の日に20枚以上取れて、しかも大当たりで5プレイ無料だったけど、すごく難しいねマリオカート8の台で、全バッチコンプじゃなくて取ってないバッチをようやく取れた。その後ねハッピーホームデザイナーの残りバッチ取って2台コンプという結果になりました。さあ明日はねどんな寝台が来るんでしょうか。また明日もね楽しくプレイしようと思うんで、よかったらね明日も見てください。それじゃあ土の子でした。